皆さん、外国人が日本といえば思い浮かぶ食べ物として、寿司を選んでいた時代は過ぎました。世界の人々は、日本の新メニューにも大きな関心を示しています。彼らは、自分が食べたことのない風変わりな味に、好奇心を抱いています。特に最近は、たくさんの日本料理の中で、お好み焼きが人気だそうです。外国人には馴染みのない野菜や海鮮を使った料理、お好み焼きは外国人には新感覚の料理として挙げられます。特に様々な野菜に肉やイカ、貝などが加わった海鮮お好み焼きは油を活用した食べ物ですが、健康にも良いとジャパニーズピザと呼ばれています。今日お伝えするのは、お好み焼きをピザの偽物だと無視してたイタリアのピザ職人がお好み焼きを食べて衝撃を受けた話です。プライドが高いことで有名なピザ職人は、基本がなってない日本食は食べないと宣言しましたが、結局お好み焼きを味わって感動の涙を流したそうです。一体彼には何が起こったのか、もう少し詳しくご紹介したいと思います。日本人の皆さん、私の記事を見てくださりありがとうございます。私はイタリアから来たロレンツォと申します。ナポリでリストランテを運営している私は、飲食業に従事して18年目になります。小さい頃から料理するのが好きだったので、私の好きなことをしながらお金を稼ぎたいと思っていました。そして私は運よくこの業界で大成功して、今はナポリで有名なシェフになりました。ナポリで特に有名なのは、ピザ用で焼いたピザです。海辺を見ながら、ピザと冷たいビール一杯を飲むと、最高の幸せを満喫できます。私は今も私が作ったピザが、世界で一番美味しいと感じます。もちろん私の店で美味しいのは、ピザ用で焼いたピザだけでなく、イイダコの天ぷらもあります。清涼な海を眺めながらビールやイイダコの天ぷらを味わわなければナポリを観光したとは言えません。私はそれくらい自分が作った食べ物に対してプライドを持っています。料理をする人なら誰でもそうですが、私も自分の料理が最高だと思っています。この前、妹のグレタが日本旅行に行ってお土産を買ってきてくれました。日本旅行はどうだったかと聞いたら、とても楽しくてイタリアに帰りたくないほどだったという答えが返ってきました。どれだけ楽しかったらそんなことが言えるのだろうかと、日本のことが気になりました。最近は日本と日本文化に対する人気が高まっています。私はグレタに尋ねました。日本で食べた食べ物の中で何が一番記憶に残ってる？全部口にあって記憶に残る食べ物がいくつかあるけど、今日のような天気ならお好み焼きをもう一度食べたい。お好み焼き、私が立て続けに質問したので、グレタは写真を探して見せてくれました。お好み焼きは海鮮と野菜がたくさん乗ったピザのように見えました。お好み焼きについて検索してみると、ニューヨークタイムズの記事がお好み焼きについて次のように評価していました。お好み焼きは日本食の一つで、粉と鰹節を煮出した水で作った生地と、肉や海鮮、野菜をはじめとする様々な材料を入れて鉄板で焼いて作る料理だ。焼き上がったお好み焼きの上に焼きそばソースと煮たお好み焼きソースと青のり粉をかけて食べる。表面はカリカリで中はふわふわな食感を味わえます。温かみのある味わいに様々な食材がギュッと詰まっている料理だ。簡単に生地が作れて、美味しいディッピングソースさえあれば、いつでも夜に自分の好きな野菜、あるいはただ冷蔵庫にある材料を利用して作れる素晴らしい料理と記載されていました。この記事を書いた記者が私の店に来て、私が作ったマルゲリータピザについてもコメントを残してほしいと思いました。お好み焼きのビジュアルは衝撃そのものでした。初めて見た時は正体不明の料理だと思ったからです。あのソースだけかけたようなお好み焼きが本当に美味しいのか疑問に思いました。グレタの話によると、とてもサクサクしていて香ばしい風味があり、中はふわふわで噛むと海鮮の旨味が口の中いっぱいに広がるそうです。彼女は何度も食べたくなる素晴らしい味だと繰り返し強調しました。そして私に世界中を回りながら視野を広げてみるのはどうかと提案しました。
世の中は広くて多様な食べ物が存在するので、その中からインスピレーションを得るのも悪くないと言いました。私はその話を聞いて、シェフとして何かを見逃している気分になり、すぐに日本行きの飛行機のチケットを取りました。その時、私が見せた行動力が私の人生を左右するとは想像もしていませんでした。実は日本という小さな国で何が起こっているのか、どんな食べ物が世界を魅了しているのか、何の関心も持っていませんでした。しかし、私はグレタが絶賛する日本食に興味が湧いて我慢できませんでした。そのようにして私は日本に行くことになりました。日本に到着した途端、空港システムにまず驚きました。どの国もこんなに早い外国人入国システムを保有していないでしょう。後から日本は世界で入国時間が最も早い国として上位を占めていることを知りました。その速度が速すぎて、一緒に行った友人のシェフたちも唖然としていました。そんなに早いのに全てのものをスキャンできるなんて、安全性と便利性は日本が世界最高の水準を保有していると感じました。しかも日本人はただ歩いて通るだけでいいサービスもありました。旅行先に入国する時から待ち時間が長いと疲れて、旅行の満足度が低くなります。ところが日本の空港は、利用客の立場からして待っているような感覚を与えないシステムを備えていました。日本に到着して、私は最初にラーメンを食べました。ラーメンを食べてスープを口にした瞬間、びっくりして鳥肌が立ちました。こんなに深いコクのあるスープを初めて味わったからです。肉の香ばしさ、旨味、風味が一度に味わえるチャーシューを口に入れた瞬間、私は美味しすぎて感動しました。そしてスープと麺まで全て食べ終える頃には、日本食がどれだけ素晴らしいかを実感しました。イタリア料理と肩を並べるほどでしょう。美味しい昼食を食べた後、夕方にはまた別のお店に行きました。ここは午後5時だったのに、すでに列が長くて終わりが見えませんでした。列が長すぎて、私は他の店に行こうと言いましたが、一緒に行ったガイドは、ここに絶対に行かなければならないと私を説得しました。友人も食べてみたいと言っていたので、結局列に並んで待つことにしました。そこはグレタがあれほど絶賛していたお好み焼きの店だったのです。私はお好み焼きを食べに日本に来たので、歯を食いしばって長いウェイティングに耐えました。心の中ではどれだけ美味しいか確認してやると密かに思っていました。そうして私たちの番になって店の中に入り、しばらくすると店員が大きな皿に食べ物を乗せて持ってきました。おかずと正体不明の飲み物も一緒に持ってきました。お皿の上にはお好み焼きが乗っていましたが、ジャパニーズピザというにはトッピングもなく物足りない感じがしました。しかし野菜とイカ、豚肉などが入っているのを見て、普通に美味しいくらいだろうと予想してました。ゆっくり一口食べてみると、香ばしい風味に程よい甘みが調和していて、とても美味しかったです。むちゃくちゃだと思っていたお好み焼きの味は最高でした。ただイタリア人としてこのお好み焼き、つまりジャパニーズピザのビジュアルは最悪だと思いました。しかしお好み焼きに乗せられたトッピングが調和をなしていて、一度食べたら箸が止まらなくなりました。私はこのように基本のなっていない料理を美味しく食べる自分自身が嫌になりました。しかしとても美味しいので認めないわけにもいかず、私たちはその場でお好み焼きを3枚も食べてしまいました。口の中では野菜や海鮮の香りに続き、豚肉の香りがいっぱい広がっていきました。正直イタリア人としてプライドは傷つきますが、このような平凡な材料でどうやってこんなに香ばしくて絶妙な味を実現できたのか、厨房に入って聞いてみたいとも思いました。ガイドが私を見つめながら、美味しく食べていただけたようで安心しましたと言って喜んでいました。そして彼は私に透明な飲み物も注いでくれました。それは日本酒と呼ばれる日本の伝統酒でした。イタリアにあるワインと似ていますが、日本酒は米を発酵させて作った日本の伝統酒だと教えてくれました。
昔からお好み焼きと日本酒の調和は素晴らしいと定評があるので、ぜひ一度食べてみてほしいと言われました。イタリアでは食事のたびにワインを添えるように、お好み焼きには日本酒が合うそうです。すでにお好み焼きの味にハマってしまった私は、何の疑いもなくお好み焼きを食べながら日本酒を一緒に飲んでみました。不思議なことに、日本酒はやや脂っこいお好み焼きの味を包み込んで、口の中をすっきりさせてくれました。甘いながらも後味がさっぱりした日本酒は、喉越しもよく一晩中飲めそうでした。私は日本酒にもしっかりハマってしまいました。グレタの言う通り、お好み焼きはとても印象深い食べ物でした。イタリアのピザとは比べ物にならない魅力がいっぱい詰まった食べ物でした。それに日本酒との調和はこの上なく素晴らしかったです。私はイタリアに帰ってお好み焼きと日本酒の店を開くべきか真剣に悩みました。この味をナポリ市民にも味わってもらいたいと思ったからです。お好み焼きはいつ見ても不思議な食べ物だと思います。ピザより少ない材料で作られるのに、こんなに深い味を出すことができるのは驚くべきことです。イタリアのピザに慣れた人々にとって、お好み焼きはビジュアルで目を引くことは難しいでしょうが、一口味わえば一気に魂になるでしょう。そして日本食にハマった私は、和牛が有名だという店にも行きました。私と友人は火鉢に興奮して牛肉をいっぱい乗せて和牛の味を満喫しました。和牛を食べるときはこんがり焼くより、少しずつひっくり返しながら焼くと美味しく食べられるとガイドが説明してくれました。私は和牛を美味しく食べる方法も事前に検索して確認していました。本格的に食レポを取る時が来たと思ったからです。生まれて初めて和牛を味わった私と友人は心から驚きました。イタリアの牛肉とは全く違うマーブリングと柔らかな肉質に感心してしまいました。和牛はマーブリングが芸術的で豊富で、噛めば噛むほど口の中に肉の旨味が広がりが美味しくとろけました。ある友人は牛肉が口に入れた途端溶けてなくなると言って、私は和牛の肉汁は他の牛肉と比較にならないレベルだ、本当に最高だと親指を立てていました。私と友人は和牛をつまみに日本酒を飲みました。口に入れた途端なくなる柔らかい和牛をたくさん食べたので、翌日もお腹がいっぱいでした。友人たちは翌日、昨日食べた日本食が一生の中で一番美味しい食事だったと言っていました。そうして満足のいく夕食を終えた私はまた海辺に向かいましたが、海も見どころ満載でした。街に漂う海の香りと平和な雰囲気が忙しい日常に疲れた私の心を癒してくれました。それだけでなく、私たちは小さな店に入って寿司と日本酒をもう一度味わいました。肉厚で香ばしい刺身まで味わった私は日本食に興味が湧き始めました。それで私はガイドにここ以外にも行ってみる価値のある店があるかと聞きました。果たして他の日本食はどんな味がするのか胸が高鳴りました。ガイドの案内に従って私たちは車で移動しました。彼が案内してくれた店に入った途端、私は大きく失望してしまいました。店はボロボロで、かなり狭くて雰囲気も暗かったからです。お客さんたちはみんなロマンなどなく、お互いに顔を合わせて話をしていました。ガイドは自分が日本に来るたびに訪れる場所だと自信を持って紹介しました。私は古びた店の様子を見て、食べ物の味はいまいちだろうと自分で思いました。そして数分経ってから店長がうどんを一杯作ってくれました。薬味としてはわかめと卵とエビ天が盛り付けられていました。テーブルに置いてあるネギをいっぱい入れて、私はあまり期待せずに一口食べました。しかし美味しすぎて目が飛び出るかと思いました。黄色っぽくて薄い茶色のスープは香りと味がとても良かったです。もちもちとした食感のうどんに卵黄をつけてエビ天を一切れ添えて食べると幸せいっぱいになりました。特に麺が独創的な麺だという感じがしました。私はその時、自分の食べ物に何の問題があったのか悟りました。
華やかで美しい料理を作ることに重点を置いていると、味には気を使わないシェフになり、最悪のミスを犯していたのです。この小さな店の店長のように、真心を込めて作れば、その食べ物を食べる人は、気持ちが伝わり幸せになるのです。今まで私は当たり前でありながらも、基本的なことをおろそかにして、見た目にだけこだわっていたのです。私は数日間日本で過ごしながら、派手ではないですが、深みのある日本食味わいながら、見た目にだけ重点を置いていた自分自身を深く反省しました。今も日本に滞在しながら、いろいろな日本食を楽しんでいますが、日本に帰ったら、最初にお好み焼きを焼いて、日本酒を自分で作ってみようと思います。うどんと和牛は、時々食べに来るつもりです。グレタが私に望んだのは、まさにこういうことではなかったでしょうか。謙遜な姿勢を通じて、世の中の数多くの食べ物に対する尊重と、尊敬心を持って欲しかったようです。高級材料を必要とせず、ただ冷蔵庫に入っている材料を混ぜて、油で焼く日本のお好み焼き。でも、真心だけは、ピザの数十倍込められています。シェフたちは、美味しい食べ物を見つけた時、新しい島を見つけた探検家の気分になります。この場を借りて、日本料理に目覚めさせてくれた、妹のグレタに、感謝の気持ちを伝えたいです。そして、ガイドさんも美味しい店に案内してくれて、ありがとうございます。私はかなり長い間、日本にいる予定です。皆さんも、美味しい料理で幸せになってください。次回は、もっと充実して、面白いニュースをお伝えします。ご視聴、ありがとうございました。